虹の滑り台は俺が全部食べてしまったがお。ヤカオくんだぴょん。つつましやかな人生を過ごしたつもりです。勉学にも励みました。親孝行もしました。人様のために生きようと思い、人様のために生きてきたつもりです。悪魔は私の隣にいました。がっかりアバターが送る軽薄なファンタジーとこの世の悪夢、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。